この動画を見たら、調剤のスピード質、丁寧さ、向上すること間違いなしです。ようこそ、薬剤師の運勢管理のハッピーです。本日も動画をご視聴くださり誠にありがとうございます。本日のこちらの動画では、取り間違いの多い医薬品についてご紹介いたします。僕の中で取り間違いの多い医薬品って結構種類があったりするので、今回の動画に関しては、漢方医薬品に限定いたします。動画の流れなんですけれども、漢方の大手3社さん、ね、津村さん、倉重さん、小太郎さんがあるかなと思うんですけれども、それぞれの漢方の特徴であるとか、間違いやすい医薬品について具体例を挙げながら、ご紹介いたします。この動画を見ていただければ調剤のスピードであったり質、あとは丁寧さっていうのが身についてくるんじゃないかなと思います。皆さんと一緒に本日も学んでいければ僕は嬉しいです。それでは本日も行ってみましょう。On your mark。それではまず津村さんの漢方についてですね。まずは注意点なんですが、皆さん津村の漢方はさすがに見たことありますよね。僕デザイン的にすごい好きなんですけど、これデザインが結構細かく決まっておりまして、まずは色ですね。これ1の位が色で統一されてるんですよね。どういうことかっていうと、まあ1番と11番の色がどっちも青色みたいな感じで、まあ1の位で配色が決まっているということになります。で、番号の数字の隣に書かれている白い線があると思うんですけれども、この白い線の太さであるとか本数によって10の位、100の位を求めることができるんですよ。これ結構ね役立ちますよ。僕は4年間薬剤師やってますけれども、この白い線の本数の違いで実際に違う漢方っていうのを見つけたことがあるんですよね。どういう時に起きるかっていうと、漢方ってよく取り間違いがあるんで戻すことがあるんですね。で、戻す時に色だけを判断して番号の違うところに漢方を戻し間違えてしまって、次回調剤するときに色は同じなんだけれども番号が違う漢方が入ってるみたいなことが起こるリスクがあるんですよね。その時にパッと見た時にね、白い線の本数が違うというふうに判断することができればインシデントを未然に防ぐことができます。デザインの詳細については津村さんが公式に発表されておりますので、概要欄の方にねリンク貼らせていただきますので、興味ある方はご覧になっていただければなと思います。そんで次なんですけど、津村さんの取り間違いやすい医薬品具体例を挙げさせていただきます。これシンプルに名前が似てるだけなんですけれども、まずは39番と118番ですね。これ量経術漢方と量強術漢方っていう漢方があるんですよ。配色とか番号は全然違うんですけれども、漢字一文字違いなので取り間違いが多い医薬品になります。最後2つ目なんですけれども、54番と83番ですね。翼患酸と翼患酸化陳皮半芥という漢方になってます。最初の部分の翼患酸という部分が全く一緒ですので取り間違いが多い薬品になります。で、皆さんここで思われる方いらっしゃるかなと思います。漢方の配色も番号も全然違うんだから取り間違えることなくないって思うじゃないですか。これどういう時にミスが起こるかっていうと、ジムさんが入力をミスをした時に起こるんですよ。だいたい処方箋って最初ジムさんに入力されて、で、入力された内容が薬剤であるとか調剤録に反映されるんですね。で、薬剤師さんの中で薬剤を見ながら調剤してる人って結構多かったりするんで、ジムさんが間違えて入力した場合、薬剤を見て調剤してしまうと間違えたものを取ってきてしまうわけなんですよね。名前が似てる医薬品に関してはジムさんが入力をし間違えやすいんで、それにつられて薬剤師さんも間違えてしまう可能性があるよということでございます。なので調剤をするときに僕が大事にしていることは、処方箋を見て調剤をするということなんですよ。これ当たり前なんですけれども、薬剤を見た方がね、薬局にある在庫のジェネリックのメーカーまで記載されてたりするんで、すごい取りやすかったりはするんだけれども、そこをね、ちょっとまあ妥協というかサボらずに、ちゃんと処方箋を見ながらですね、調剤していただくことが基本的なことなんですけれども、僕は大事なんじゃないかなと思います。そんで津村さんの漢方に関してはこれで最後になるんだけれども、調剤するときに帯をしっかり取ってほしいという話をいたします。津村さんの漢方は1方分が3方連なってつながっていて1枚になってるんですけど、で、その1枚が7枚重なって1束で真ん中でね、帯でくくられてるんですよ。まあ要するに21方で1束になっていることが多いんですけれども、この1束から1方でも1枚でも抜き取った場合は帯を外していただきたいという話でございます。これ分かりやすく例えると札束に例えることができて、皆さん頭の中で100万円思い浮かべていただきたいんだけれども、あれって1万円が100枚
積み重なっていて、真ん中で帯でくくられてますよね。で、この帯っていうのは、そのものが100万円であるということがわかるように、数えやすいように、整理しやすいように帯が巻かれてると思うんだけれども、誰かがその100万円札から1万円を抜き取って、帯をそのままにしといたら、第三者から見たらどう見えますか？99万円なんだけれども、100万円と勘違いしませんか？それと一緒です。確かに帯をそのままにするっていうのは見た目は綺麗だし、気持ちはわからんでもないんだけれども、次回調剤する方の薬剤師の気持ち考えてください。帯が巻いてあったら、それ何も見ずに21歩だなと思いませんか？忙しかったりすると、それで本当は18歩なのに21歩とみなして、調剤してしまったりして、個数ミスが起こってくるわけなんですよ。なので、調剤するときは、次回調剤する方の薬剤師の気持ちを考えながら、今自分が調剤するっていうのがすごい大事なことなんじゃないかなと思います。ということで、ここまでが津村の漢方に関してですね、デザインであるとか間違いやすいもの、帯を取ってほしい話ということでした。それでは続きまして、クラシエさんの漢方についてなんですけど、まずは材形に特徴がありますね。先ほどの津村さんに関しては下流であるものがほとんどなんだけれども、クラシエさんに関しては細流とかエキス状の材形が存在しますね。でこちらのデザインについてなんですが、まずは細流ですね。クラシエさんは唯一1日2回タイプの漢方が存在しております。スティック包装状の細流で、これ2タイプあるんですけれども、 KB タイプと EK タイプが存在します。 KB の方が1日2回タイプ、 EK タイプが1日3回タイプの細流になりますので、皆さんここで用法がどちらなのか判断していただければなと思います。デザインの配色的にもこれ異なっていて、 KB タイプがホワイトにの部分が多いようなデザインになっていて、 EK タイプが1の位の配色の部分が大きい、ほとんど範囲を占めているのが EKタイプになりますので、ここでね、アルファベットと配色の範囲の広さというところで、1日2回なのか1日3回のタイプなのかっていうのを判断することができます。これを皆さんまず覚えておいてください。そしてこのクラシエさんの細流に関しては、同じ漢方で2タイプの容量の違うものが存在するだけに、取り間違いが非常に多いんですよ。例えを出すと、カッコン糖でやりましょうか。これ KB タイプが1回あたり 3.75g で、1日3回タイプっていうのが1回あたり 2.5g なんですね。これ容量が1回あたりは全然違うんだけれども、1日量としてはどっちも 7.5g になるんですよね。なので、処方箋にクラシエカッコン糖エキス細流って書いてあった時に、1日量が 7.5g ですね。これ用法をちゃんと見てないと、逆の方をね、調剤してしまったりするんですよね。クラシエさんの漢方って1日2回タイプのものが使われるものが多いんですけれども、容量の部分の1日3回というところを見逃して1日2回のものを取ってしまうっていうミスがね、非常に多いんですよ。これもジムさんの入力とかも間違える可能性がありますので、しっかり処方箋の用法のところをね、見ていただいて、皆さんにはご判断していただければなと思います。お次はエキス錠についてなんですけれども、これ1包あたり3錠入っておりまして、その1パック3錠入りのものが6パック連なって1枚になってます。要するに1枚あたり18錠ありますね。でこれが7枚積み重なって1個の帯で巻かれてるんですよね。で成人量に関しては、これ1日あたり18錠になることが多くて、1枚で1日分みたいな感じになったりするんですけれども、調理の場合とかだと1日あたりの錠剤数が変わってくるんですよ。わかりやすい例で言うと、ニキビ治療とかに使われる十味排毒糖のエキス錠っていうのがあるんですけれども、これ1日12錠で1日2回とかで小児の場合とか来るんですね。なのでそれが1週間分2週間分とかってなってくると、この1枚あたり18錠のものをとりあえず何枚取ればいいんだろうっていうのを頭の中で計算するのがすごい難しくなってくるんですね。この場合はですね、皆さん計算機を使っていただいた方がおすすめですね。本当に暗算すると、今何枚取ってんだっけ、途中まで暗算してたけど今どこまで計算したんだっけみたいになってきちゃうんで、慣れるまではね、計算機をね、使っていただくのが非常におすすめですね。ここで皆さんに、僕がね、高校時代数学の先生からね、聞いた名言をお伝えしたいんですけど、皆さん計算ミスをしないためにはどうすればいいですか？その数学の先生おっしゃってました。どうすればいいと思いますか？で、この答えが、計算ミスをしないためには計算しなければ
ればいいんだとおっしゃってたんですよ。これも聞いた時におーってなったんですけど、あんなに計算をして、あの生徒に教えている先生がですよ、計算ミスをしないためには計算しないことが大事なんだと、これはもう数学の先生が言ってるんで間違いないですよね。まあ、あのこのね授業では、あの数学では公式っていうのが存在するんで、地道に計算するんじゃなくて、なるべくね先代が生み出した公式っていうものがあるんだから、それを使って解いた方が問題も早く解けるし正確だよっていうのをお伝えしたかったんですよ。でこの調剤の場合でも一緒で、暗算してね地道に計算するんじゃなくて、今の時代にはこの計算機というものがあるじゃないですか、それを使ってですね計算していただく方が、暗算するよりも、まあ、100% 正確性っていうのが向上するっていうか上だと思いますので、最初の方はこのね18章の計算に関しては計算機を使っていただくのがおすすめでございます。はい、そんでクラシエさんの話に関してはこれで最後になるんですけど、ちゃんと切ってほしい話をします。これ先ほどの津村さんの帯の話と似てるんですけれども、クラシエさんの裁量に関しては、あのプラスチックの1パックにつき14本入っているので1セット1塊なんですよね。こっから裁量を1本でも抜き取るときは、そのプラスチックのパックをがっつりね横に切ってほしいという話ですね。これたまにあのちょこんと角だけ切ってあの一歩を取り出す方がいるんですけれども、それやっちゃうと次回調剤する方がその、 あの一歩を抜き取られている13歩のものなのに、それを14歩だと思ってガバって取っちゃったりするんで、しっかりね次の人が分かりやすいように、がっつり、ハサミで切っていただくことをお勧めさせていただきます。ということでここまでがですね、クラシエさんの漢方に関しまして、注意点であるとか、まあ、デザインに関して、あとは間違いやすいパターン、ちゃんと切ってほしい話でした。それではこちらで最後のパートになりますね。小太郎さんの漢方についてでございます。まず小太郎さんの漢方に関しては多いものがほとんど細粒かな。であとはまああの錠剤であるとか、まあ、カプセルもねあったりするんですよ。まあ意外とね剤系が多いんですが、現場で目にするのはある一定の細粒とか錠剤だけだと思うんですよね。でその中で紹介したいのが抑陰エキス錠っていう錠剤のものであります。これあのボトルで存在するんですけれども、126錠とか252錠でワンボトルのものが存在するんですよね。これ唯一日本の漢方医薬品で患者さんにボトルでお渡しする医薬品なんじゃないかなと僕は思うんですよね。なんかアメリカみたいですよね、ボトルではいっていう風に渡したりするんですよ。ただ抑陰エキス錠に関しては生薬なんで、まあ非常にねあの副作用が少ないいいお薬、ハトムギの成分ですしね、まあ比較的優しめのお薬にはなってるんですけど、これ成人量が1日で18錠に、なってたりするんですよね。で18錠って 7×と126錠になるんで、1週間分で1ボトルですよみたいな感じで渡したりするんですよ。ただ患者さんが小児の場合であるとか抑陰エキス錠の処方に慣れてないドクターとかだと126で割り切れないパターンがあるんですね。その場合は、ボトル数とあとは半端分をボトルからピンセットで取って数えて、調剤したりするんですよね。でここで注意していただきたいのが、ピンセットで半端分を取ったエキス錠、これには乾燥剤を同封していただくことをお勧めさせていただきます。漢方って皆さんが思っている以上に吸湿性が高いんですよ。あの空気中の水分を吸っちゃってジメジメしちゃったりする現象なんですけれども、これあの津村さんが公式で発表しているんですけど、開封した漢方をそのまま何もせずに常温で置いといた場合って1週間とか2週間で変色してしまって品質が保証できなくなってしまうんですよね。なので、まあ、エキス錠に限らずですけれども、漢方を、まあ、あの、小児の方とかに対してね、分包してパッキングした場合とかは、薬体に、まあ、一緒にね、乾燥剤を入れていただくのが非常におすすめですね。おすすめというか、入れてください。はい。この漢方の吸湿性に関する実験は概要欄の方に貼らせていただきますので、皆さんあの興味がある方はね、ご覧になっていただければなと思います。ということで、最後のパートはね、あの短くなりましたが、小太郎さんの抑陰エキス錠、そして漢方の吸湿性に関するお話でした。
はい、皆さん本日もここまで見てくれてありがとうございます。今回はですね、取り間違いの多い漢方薬品について僕の観点からお話しいたしました。いかがだったでしょうか。まあ、やっぱり薬局業務って忙しいんで、まあ、急いでてね、取り間違いが起きてしまうのはしょうがないことだと思うんだけれども、今後もですね、このコンテンツを通して皆さんのお役に立つことができれば嬉しいです。一緒に学んでいきましょう。また最後ですね、宣伝にはなるんですけれども、僕はフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社、株式会社ティーハーク運営しております。薬局経営者様、薬剤師様の中でご興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄の方にリンク貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画以上になります。いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。